大丈夫かい？厳しそうなら一旦俺の後ろに下がって時間を。そうやってまた何かを守る演技をするのだな、あんたは。だが今度も救えない。己の妻も部下も救えなかったのだ。そんなあんたが他の何かを守ることなどできはしない。ナルト、明日が何の日か知ってるな。そう、ミナトとクシナの命日だ。両親が死んだ日だ。たとえその時に夢を抱いていたとしても、死ねば終わりだ、この世は。そうだった。なら明日は俺の生まれた日だ。いいか、終わりじゃねえ。俺がこの世にいる。俺がこの世にいるか、ガキの苦しいザレ言にしか聞こえんぞ。今はガキで十分。けど俺だっていつかはガキを卒業する。それはお前の言う夢の中でじゃねえ。お前を倒した後の先の道でだ。この世界はもはや道など存在しない。宇宙惑星螺旋手裏剣。諦めを知れ。俺の中には諦めなんてもんはねえ。最後に勝つのは俺たちだ。よっしゃ、はっぶっ飛ばす。距離を取るか、当たらん。こいつだったらよ、消えろ。さっさと呼べ。しぶてえな。やつらの攻撃自体は大したことはないが、これ以上調子に乗らせるわけにはいかんな。なんだ。始めるとするか。これは。弾けろ。なんだこれは。逃げろ。
サスケ、無事だったか？もうじっとしていろ。お前らは十分耐え忍んだ。そのままでいい。この世界はこれで。ナルト、もう終わりか？俺は行く。またあいつが一人で。違う、行かせねえ。後悔したくねえんだ。やっときゃよかったってよ。サスケ、俺も行くってばよ。ジュゴ。分かっている。ジュゴの力はそもそも戦術の力。それを利用するってわけ。後悔は先に立たんぞ。いいんだな。後悔は先に立たねえかもしんねえけど、やらずに終わったら残るのは後悔だけだ。行くぞ。おう。なぜここまで抵抗する？もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は。まだ俺とサスケがいる。その時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。力の前ではお前たちの抵抗など。さっさと呼べ。教えてもらった大切なことだ。地雷やか。
っさと呼べ。ナルト、次で決着をつけるぞ。おっ、眠るのは明日、腕は自分で見る。もうこの世界は終わるのだ。なぜ戦う？自分の運動だからだ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからだ。違うな、届かないのはお前の方だ。俺の邪魔をするな。
思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ、決めるぞ。獣たちのチャクラだ。引っ張り抜くぞ。よっしゃ、みんな一斉に行くってばよ。俺が、この俺が後悔しているというのか。お前は俺に誰でもない、誰でもいたくないって言ったよな。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。覚えてるだろ。でも本当は俺と一緒で火影になりたかったんだな。あんなものを捨て切った過去と甘い自分だ。面して自分隠したってダメだ。どんなに言葉でごまかしても、あんたが内派帯人だってことは変えられねえんだ。今さらその名に何の意味がある。俺はもう人ではない。次の段階へと人々を導く者、第二の陸道仙人だ。違う、お前は内派帯人だ。俺とそっくりな内派帯人だ。両親を知らないことも、自分にとって大切な人がいなくなったことも、孤独を知っていることも。だからいろんな人に認めてもらいたくて、あんたは火影を目指した。それも俺と同じだ。それなのにあんたの今を見てみろよ。俺と同じ夢持ってたあんたが火影とは真逆になっちまった。いや、俺のやっていることは火影と何ら変わらない。それ以上だ。平和を実現できるのだからな。お前それ本気で言ってんのか。そうだ、そう思っている。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。仲間の死体をまたぐだけだ。はっきりした行き先があり、近道があるなら誰でもそちらを選ぶ。何言ってんだお前。
俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ、険しい道の歩き方だ。その二つの道の行き着く先が同じだとしても、そういうのか。一方が険しい道だって最初に誰が教えてくれんだよ。結局誰かが歩かなきゃそれも分かんねえだろうが。ほかげってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ほかげになるやつに近道はねえし、なったやつに逃げ道はねえよ。そうだろ。お前が歩いてる道は逃げている道だ。だからだ、みんなを巻き込んでお前の道をこのまま突き進むのは許されることじゃねえ。こっちの道へ来て、うちがお人として、木の葉の忍びとしてきっちり罪を償ってもらう。違う、俺は内葉帯人を捨てた。俺はもう自分を隠すのはやめろ。お前はお前だ、逃げんな、こっちへ来い。なんなんだお前は。なぜお前は俺を惑わせる。俺はやっとここまで来たんだ。俺は逃げていない、間違っていない。もう自分を隠すのはやめろ。俺は隠してなど、俺は信じゃねえだろ。言葉を飾ったところで本当の心は変えられねえってばよ。本当のあんたは木の葉の忍びだ。誰でもない、名前のない忍びじゃねえ、陸道仙人でもねえ。あんたが内葉帯人なんだ。距離を取るか。距離を取るか。開け。よ、自分の姿をちゃんと見ろ。よよ、それが本当に望んだ姿だから。あんたの夢は火影になることだったんだろう。あんたの仲間もそれを望んでたんじゃねえのか。何を怖がってんだ。もう分かってんだろ。
自分の中で答えは見つかってんだろ。俺は強がってんじゃねえ。自分を隠すんじゃねえ。俺はお前は火影を目指してた木の葉隠れの内川尾人だ。父ちゃんもカカシ先生も俺ももう見逃さねえぞ。お前のことはちゃんと見てんだから。怪我してんのに無理して、うん、強がって傷を隠してもダメ。つまんない意地張らないでよ。オビト、オビトはほかげになるって言ってたよね。だったらあなたを救うことは世界を救うことと一緒。そうでしょ。頑張れオビト。私信じてるから。ほかげになってかっこよく世界を救うとこ見せてね。行くぞ。今のあんたのその心の底に残ってる本当に大切なものを裏切るんじゃねえよ。そしてそれとつながってんのは決して今のお前なんかじゃねえ。もう分かっただろ。お前は内川尾人だ。いいから来いこの野郎。みんなの力をなめんなってばよ。俺は負けたのか。詳しい話は後にしよう。今はこいつのけじめをつけさせてくれ。父ちゃん。ナルト、ここは俺たちに任せて、お前たちはマダラの封印に向かってくれないか。俺とカカシはオビトと話がある。行くぞサスケ。覚えてるかい、4人でこなした任務の数々を。凛は医療忍者として君たち2人を必死に守ってた。こんな状態を望んじゃいなかったろうね。でもそうさせてしまったのは俺の責任だ。凛を守れなくてすまなかった。凛は俺にとっての唯一の光明だった。凛を失っての地、俺の見る世界は変わってしまった。真っ暗な地獄だ。この世界に希望はない。マダラになり変わって世界を歩いたが、さらにそれを確信するだけだった。このシャリンガンしても結局は何も見えなかった。何もなかった。俺もはっきりは分からない。はっきりとは分からないが、目を凝らして見ようとはしたんだ。お前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がしたんだよ。それがナルトだってのか。なぜ奴にそこまで。今のお前よりは失敗しないと断言できるからだ。なぜだ。あいつが道をつまずきそうなら俺が助ける。
なぜ奴を助ける？あいつは夢も現実も諦めたりしない、そういうやつだからさ。そしてそういう歩き方が仲間を引き寄せる。つまずきそうなら助けたくなる。この地獄に本当にそんなものが。お前だって見ようとすれば見られたはずだ。俺とお前は同じ目を持ってんだからな。信じる仲間が集まれば希望も形となって見えてくるかもしれない。俺はそう思うんだよ、オビト。つまんない意地張らないでよ。行く？かもな。俺も。いいから来い、この野郎！そう。あとは封印するだけぞ。こう、オビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だがせっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を？かつて俺が利用しようとしていた男、ナガトが俺を裏切った手段。けど輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。クロゼツゲド輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ、血湧き肉踊ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って？柱が。かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。内派と千住、
両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。か、まずい。奴が次に狙うのは、さあ次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ、クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん、すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。こいつよく見たら江戸天聖の体じゃねえ。そうだ、これはもう死者ではない。どういうことだ、どうやって生き返った。そうだな、これについてはオビトに感謝しなければならないな。オビトの時の鉄をオビト。まあそれも俺の計画のうちだったが。そうそう、お前には眠ってもらう。美獣もろともな。なるほど、やはりお前は普通の集中力ではない。生き返っても同じだ、すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ、このままぶっ潰してやる。今だ！おう、重ねろ！遅くなりました、マダラ様。持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは十尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ、見ておけ。陰謀変獄、何かしてくるかもしれねえ、注意し。な、何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。すげえ力だ。これ以上は。みんな、これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は、ナルト！神音が
移住を抜かれてしまったのだ。え？マルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。すぐに四代目の元に向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため、非情に徹していたのみ。ん？生を受けたことがあんたの仇となる。江戸天生のままが良かったと悔やみながら行け。お前は数少ない宇治波の生き残りだ。どうだ、この俺と組む気はないか。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。まあいい。どのうちお前に残された時間は少ない。エントン、スサノオカグッチ。生き返ってまで何を望む。柱の時代はどうに終わっている。柱間の成し得なかった国づくりは変わってやるだけだ。だがこの世界は失敗した全員柱間のもの。死にかけの患者には荒療治が必要だ。それが無限つくようになってるか。俺の望む本当の世界、犠牲のない世界だ。なるほど。お前の描く世界は全くの理解がないので、その果実地。それはお前の出しゃばるべき夢ではない。やはり貴様とは意見が合わない。トビラは。エントン、スサノオカグッチ。消えろ、古き時代とともに。言ったはずだ、旧時代の遺物がしゃしゃるなと。終わりだ。気をつけろ、奴は何かを狙って。うわ、なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。陸殿の力。
あとは左目だね。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは。行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に死なせるもんか。死へと歩むナルトとサスケ、うつつと黄泉の合間、そこで二人が見たものは、そして時は急転する。自称決戦の章。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志は。あんたは強い。あんたは負けない。将来の夢は火影を越す。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ君を連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを愛してる。私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私も それが人道だから。Thank you.
こいいな。お前らが欲しいのはこいつの体のはず。この左目の回収が済んだらこんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。ならそんなことさせるはずないだろう。カカシ、奴はクロゼツという名前以外、実はほとんど情報が手に入っていません。ただオビトとマダラの配下としていろいろと暗躍していたようです。だがここに来てオビトを裏切った。ええ、つまり奴は元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生、サクラ、一体どう…ナルト、ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。だから四代目様、あなたの…俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい、大丈夫、すぐに助けてあげるよ。甘いな。貴様、先生、どうなったんですか。すまない、奴にキュービを奪われてしまった。これでナルトは死ぬ。すなわち戦争も終わりだ。あとは俺の時間だ。マダラ様、遅いぞクロゼツ、こちらから出向いてやったわ。カカシ、あの姿は。はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません、ですがこいつらからキュービを奪っておきました。いいだろう、左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ、マダラ様がいる限りお前らは何も。貴様、まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもないマダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し、無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎん。チャクラは争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だからだ、俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない、こっちへ来い。マダラよ、今日
今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。くっ、我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺は火影を語りたかった。もうわかっただろ。お前は内派オビトだ。これはいただく。カカシ、ナルトを時空間へ運べ。そういうことか。俺もだ。アセン。迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできん。この俺がいるからな。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めの輪廻眼しかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。分かった。それでナルトは助かるんだな。ああ、任せておけ。そして今回は俺がメイン。ここからは俺がメインで行く。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。お前に預けた全て返してもらうぞ、オビト。この目をただにあんたに返すと思うか。少々手荒れになった。準備 OK だ。お前も陸道の世界が失敗していると分かっていたはずだ。いいか、陸道の広めたチャクラとは本来つなぐ力のこと。それが壁に力を見せるとして人々を伝え導こうとしたのが陸道戦に。あとは頼んだぞ。逃げられんぞ。
先方、イントンライハの問題もない。させん。カカシ、オビト。今回ばかりはいい時に来てくれたよ。ガイ、なんとか間に合ったな。なぜだ。あの速度なら飛べなかったはず。そうか、2つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか。考えたな、畑カカシ。あとは頼んだぞ、オビト。大丈夫だ、俺がナルトを助けてやる。信用できるの？俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。だがやっと。たどり着いた。